2009年リーガアッコブ、VS バダローナ戦にてドライブするナバーロ、フワンカルロスナバーロことフワンカルロスナバーロフェイホは、スペインのプロバスケットボール選手、スペイン一部リーガアッコブの、名門 FC バルセロナ所属、カタルーニア州バルセロナ県産フェリューダリブラガート出身、ポジションは、シューティングガード、愛称は、ラボンバ、CB サンファリューエングのカンテラでバスケットボールを始める、 ほどなくして地元近くの名門 FC バルセロナのユースチームに入団。1997年11月27日に17歳で FC バルセロナのトップチームに昇格しリーガアッコブデビュー。1998年にはバルナでのジュニア欧州選手権で優勝。1999年にリスボンで開催されたジュニア世界選手権では決勝でアメリカを倒し優勝し、個人でも 大会 MVP と大会ベスト5を受賞。2002年の NBA ドラフトでワシントンウィザーズより2巡目全体40位。2002から2003シーズンのコパデルレイで優勝すると、共にリーがアッコブ王者にも輝き2冠達成。2003から2004シーズン、2年連続となるリーがアッコブ王者となった。2005から2006シーズンにはユーロリーグでファーストチームに選ばれた。 2005から2006シーズンにはリーガアッコブのレギュラーシーズン MVP を受賞。2006から2007シーズンにはリーガアッコブでレギュラーシーズン特典王を受賞し、同シーズンのコパデルレイで優勝。2007年にはメンフィスグリーズリーズに入団、オールルーキーセカンドチームに選ばれる活躍をするも、わずか1年で退団。2008年6月に、 FC バルセロナと5年契約を結び復帰した20歳だった2000年8月18日に行われた2000年シドニーオリンピック前に行われたリトアニア代表との走行試合でスペイン A 代表デビュー同年9月15日から開催されたシドニーオリンピックにも参加2001年翌年の世界選手権の大陸予選を兼ねた2001ユーロバスケットに出場 2度のブザービーターでチームに勝利を呼び込むとともに、伸びつき移用するドイツ代表との3位決定戦では27点と爆発し、銅メダル獲得に貢献。2002年、アメリカのインディアナポリスで開催された世界選手権に参加。2003年、アテネオリンピックの大陸予選を兼ねた2003ユーロバスケットにおいて銀メダル獲得。2004年アテネオリンピックに出場。 決勝トーナメント初戦でアメリカと対戦。この試合18点と奮闘するも敗れ、7位に終わる。2005年、翌年の世界選手権の大陸予選を兼ねた2005ユーロバスケットでは、チームは4位に終わるも、自身は大会ベスト5に選出される。2006年、日本で開催された世界選手権では、見事優勝し、金メダルを獲得。2007年、母国スペインで開催された、 北京オリンピックの大陸予選を兼ねた2007ユーロバスケットでは決勝戦でロシア代表に1点差で敗れ金メダルに終わりこの大会でのスペイン初の金メダルは逃した2008年北京オリンピックでは銀メダル獲得敗れはしたものの決勝戦のアメリカ戦では18.4アシストと奮闘したありがとうございます